なんかこうあるべきだっていうのがあるっていうよりも芸術家の村のミッションってあったらいいなを想像して想像するっていう、あったらいいなと思ったものに出会った時にそれをそのままあったらいいなで終わらせるんではなくって、自分たちで実現していこうっていうのを、まあ、やってみる、そういうことかなと。10年前の学生時代に遡るんですけど、もともと国際協力に関心がありまして、ずっと大学の時に貧困層とか途上国のことをやっていて、その時に偶然ペルーの、首都のリマの中なんですけども、貧困エリアで、そこに住んでいる人たちに仕事の機会をということで、向こうで冠城玲子さんという今70歳になる日本人の方とのやり取りをしていて、で4年間、3年間4年間販売をして、その方が日本に来られた時に話を聞いてっておっしゃったんですけど、実際自分で見てなかったんですよね。ああ、で訪ねた。で、卒業する時に、卒業旅行も兼ねて見に行きたいっていうことで、ああ、なるほどね。で、実際にこういうところで作ってるんだっていう、その時はその作ってる現場だったんですけども、見まして、で、やっぱりその時のやっぱ工房っていうよりも作業場みたいな感じになってて、でもそこでちゃんと物が作られてるんだってすごくやっぱ見たって、すごくその手仕事ローテクのものともともとの関心は私はそっちだったんですけども、でもやっぱりそういう機械でとか量を作ることによってできることっていうのもあるので、両方のただそれによるマイナスの面とかももちろん、廃棄の問題だとかっていうのはすごく感じまして、どっちも多分メリットデメリットはもちろんあるんですけれども、そこでやっぱり私はちょっとあまりにこれからの将来こんなに同じものが大量にっていうのは本当にいるんだろうかっていうのを、やっぱり実際に目の前でそれだけ作られている積まれている洋服とかを見ているとすごく感じることが多くて、でそれでもっと社会と同じようにもっと個性だったりとか違うものっていうのが増えていっていいんじゃないかなっていうので、そういうものづくりの方にもっとやっぱりコミットしていきたい、今後コミットしていきたいなっていうふうにより実感したっていうのは、だんだんアルパカっぽくなってくるのかな。もう一瞬で姿を見るだけでほっとする感じはするよね。そうだと思う。それがよく考えたらすごいことだなと思う。糸を染めてない状態です。これが本当そのまんまの。あ、そうなんだ。はい。へえ。そのまんまの色のちょっと違うトーンをまたよって糸にして、で糸を手で紡いで。こんな色のアルパカパカパカしてるわけだ。白がやっぱ圧倒的に多いんですけど、あとベージュ系とかは多いんですよね。へえ、あ、そうなの。それでどうやって着るの？はい、向こうでこういう面白い糸を作ってるプロジェクトができていて、NGO っぽいことやってるんですけど企業なんですよね。事業としては1人です。で、実務部隊として今3人体制、もう2人、今後将来的にやっぱりオンラインストアをメインでというか力を入れてやっていきたいと思って始めた事業でもともとあったんですけども、やっぱりどうしても触っていただけるお店、触っていただける場っていうのがやっぱり自分たちの場の方がやっぱり面白いし伝わるっていうのに感じ始めてたところだったので、将来的にお店を持つっていうことも考えながら、まずはここでトライアルも含めて2ヶ月やってみて。